全集中 CB の呼吸 F の肩エンジン一線本当にね、年に数えるほどしか水かけませんけどね。はい、今日はかけますよ。まずフロント周りを取っていきます。汚れ落としていきます。っていうかね、この間夜走ったから虫がねすごい飛び散ってんの。あれね、やっぱ有機物というかアミノ酸だからね、錆の元になるのさ。取らないとそこから錆びていく。こういう天錆はそうやって生まれたんだと思う気がします。はい、よいしょ。はい、そうそう、こいつね、ホンダのね、社内のね、開発コードが445なんだそうですよ。おい、こける。はい、この間の浜松総会で、ホンダの開発者の人に会ってしまいました。これの1個前の F2 の開発者の410っていうんだそうです、そいつはね。なんかああいう出会いいいよね。その後ね、その後後日談があって、帰ってからフェイスブックで友達申請をしたんですよ。だ友達申請も帰ってきて、承認が帰ってきてですね、その後ねメッセンジャーでしばらくチャット状態になりましてね、その方と。いやいや本当ですよ、本当。それでちょっとねテンション上がりまくりましたね僕。はい、もう今年もう還暦来るんですけどね、テンション上がった子供みたいにそして410の F2 ね、ヤフオクとか出てんですけど100何十万とかしてるんですよね。それ見て開発者した複雑な気持ちだなみたいな話をされてまして、はい、でなんとなんと、はい、こいつの開発コードは445、山中さんですけど、はい、そのもう一回おさらいで言った方がいいかな、こいつが出るのが分かっていたから410っていう1個前の CB750F2 と呼ばれる、K のエンジンですね。だから SOH の初期型の CB のエンジンですねに、ちょっとスポーティーなデザインにして、4フォアみたいな、4フォアの親分みたいな感じのデザインにして、カフェレーサースタイルっていうのかなにして、コムスターホイールやトリプルディスクを覆ったやつが出るんですよ。それで、ね、黒エンジン、輸出市場の黒エンジンバージョンがあって、あいつはね馬力がね75馬力とか77馬力とかね、なんかね10馬力ぐらい高いんですよ。その話をしたら、もうこいつが出るの、俺の F 乗ってるこの F が出るのが分かってたから、最後に、開発でよく使う言葉なんだけど、死に化粧と言ってかなり気合い入れて、そういう形にして出したんですよっていう話をいただいて、へーって。これねオフィシャルのところではどこでも言ってない話なんですよね。だから僕と立ち話でしか、二人でしかしてない話だったんですけど、まあ別に言ったからって怒られることはないと思うんですが、もう今となっては、はい。でそのそれがきっかけで、そういうお話をさせてもらって、でツーリング翌日ね、ツーリング走ってる時もその方はバイクで来てなくて、車アウディで来られてまして、その車でねずっと最後まで僕たちのツーリングのお付き合いしてくださったんですけど、ツーリングで休憩中バイク止めてる時には寄ってきて何か話しかけてくれるみたいな感じで、はい。で一番受けたのが、はい、入れてるオイルはベルレーですかって言われたんですよいやそんなわけないでしょっていう普通のオイルですよ入れたらマニアなのにっていうことを言われて、いや確かにそうかもしれんけど確かにそうかもしれんけどベルレー売ってないっすよっていうそしたらどっか
どこだったかな、茂木だったか筑波だったか鈴鹿だったか忘れましたけど、どことかのサーキットのイベントでベルレイのブース出てましたよって言われて、マジっすかみたいな。そういうねマニアック会話をしたりとかして、あとその後友達申請したメッセンジャーでもいろいろ話をさせてもらって、ね、Facebook っていうか SNS でもね、そしたらなんて言われたと思います、445のり広島のスペンサーと呼ばせていただきますって言われて、どうするお前。どうする本当にやばいだろうって。まあでもね、スペンサーレプリカのヘルメットをのデザイン作ったのはその方なんですよね。皆さん知られてない、俺も初めて知りました。多分あの講演を聞いた人があの日初めて知った。新井は勝手に判件をその人が主張しなかったから、勝手に新井はスペンサーレプリカのヘルメットを販売してるだけですよ、南海とか新井は。はい、ということだそうですよ。すごい話でしょ。いや面白かった、445乗り広島のスペンサーです。はい、今日からね、今日からじゃない、この間からね。なので綺麗にバイクはしとかんとね。今度終わった時にボロくなりましたねって言われたら悲しいからね。そうそう、それとね SNS の話ちょっと今さっきしたんですけど、盛り上がってテンション上がったっていうお話ですね。僕はね SNS 何やってるかな、 Facebook、Twitter、Instagram、ブログ、YouTube をやっています。でまあこれで、ね、撮ってるの YouTube だから YouTube の視聴者さんが大半だと思うんですけど、ご覧になられてる方はね、ブログは、YouTube を撮るにあたってサムネにしようかなと思いながら、サムネの準備というかどういう話で編集していくかっていうのをだいたい決めながらは撮影してるんですけど、 YouTube の、サムネに必要かもしれないとかそういうものとかをの画像を、ブログに貼っつけて、一言二言っていうかそんな大したコメントじゃないです、1日に1本程度上げてます。でブログは基本的に、だから週7本上げてて、ツイッターはそのブログを飛ばして、ツイッター上に出すためだけのツイッターなので、まあ、いわゆるブログ告知用ツイッターです。はい、なのでツイッターはね、もちろんフォローしていただけると、こんなブログが出ているとかこんな YouTube がこうアップされるとかっていうのはブログで告知します。はい、なのでほとんどそのそうそう、だから今日19時に何々 の動画が公開されますみたいなのをブログで言ってます。でブログの方はその告知動画がアップする前にこういう画像を撮ってて、こういうツーリングに行ってでっていう前振りっていうのかな、的なものもブログでしてます。はい、なのでブログを見ておいてもらうと、例えばモンキーで四国行ったで今日動画ですみたいな感じで、四国行った時のこう尾道編、しまなみ編、四国渡った編みたいなブログを3つ行って今日の公開ですみたいな感じなので、若干ブログはやっぱり遅れ気味になっております。はい、その動画の公開に合わせた、いわゆる予告編的に、はい、ブログは使ってます、 YouTube の。はい、で Twitter はその動画を公開したりそのブログをアップした時の今日こんなブログをアップしましたみたいな、はい、もう紹介するために、ツイッターを使ってます。はい、なのでツイッターそのものをつぶやくことはめったにありません。はい、そしてだけどツイッターとブログはそんな使い方で、割とリアルタイムに今日ここ行ったよっていうものに関しては、インスタグラム、これは週に1回程度しか更新しないんですけど、なぜならば週に 1回土日とかね、土曜日日曜日にバイク乗ったりこういうことをしない限りは
ネタがないので、あれは割とリアルタイムにその日のことをアップするようにしておりますので、何もない時にはアップしないんですよ。で、平日もアップほとんどすることはないです。たまになんかバイクの用事があればしますけど、基本的にバイクのことしかしないので、はい、アップロードもね、どの SNS もそう決めているので、はい、インスタが一番リアルタイムの僕の行動とタイムラグがない、YouTube に至っては下手すると3週間ぐらいタイムラグがある時があります。はい。で、Facebook とかに関して言うと、ほぼほぼ顔見知りの、実際にリアルの顔見知りの人しか、お友達申請もしておりませんし、友達申請来ても受けてませんし、もし、僕を見つけて友達申請されてもリアルにお会いしたことのある方でなかったら多分僕はスルーすると思うので、はい、Facebook に関してはそういう形です。はい、インスタフォローするともしかしたら Facebook でも友達かもって出るかもしれないですね。同じ会社メタですからね。ですが Facebook に関しては本当リアルな知り合いのみにしておりますので、はい、そちらの方はまあ最も更新頻度も少ないです。はい、月に1本2本程度しか更新しないので、はい、それも、インスタをそのまんま Facebook に飛ばすとかそういう使い方なので、はい、なぜそう、じゃあそんなものをやってんのって言われたら、リアルな知り合いに対して僕はここで元気で生きてますという生存確認的なものができればいいと思っているだけなので、月に1回程度、インスタグラムをそっちにと、まあ、飛ばしてこんなことができてますよっていうのを友達に告知できれば、もう僕にとっての Facebook の役割は終わりだと思っております。はい、発信する側としてはね、はい、受信する側は毎日見てますよ、人が何してるかっていう、まあ、そんな感じなので、もし、よかったらブログとかで動画の事前告知を見てもらったり、インスタグラムで僕のリアルな今日の日常を、週末ってリアルな週末をタイムラグなしにご覧いただくには、インスタグラムをフォローしていただくのがよろしいかと思います。はい、一応お伝えしておきます。はい、今ね、TLM も、ちょっと洗車して、おまけ画像ですけど、はい、ちょっとしたタッチアップだけしました。はい。ワックスというよりこいつはこのシュアラスターのゼロコーティングで、はい、コーティングしておきます。タンクだけね、タンクとサイドカバーとかだけね、この辺も充電しておこうか。あとフロントのここと、このシュアラスターのゼロコーティングは汚れは取れないですからね、汚れはちゃんと取った後でコーティングのみですので、はい、お間違いのないように。はい、これで TLM は、まあ、またどうせすぐ泥水かぶって汚れるんでしょうけど、一応はい、綺麗にはしておきました。おまけでした。